はいどうもチャスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで花鳥風月クリアできました。やったー。ということで、全属性の、終わらせまして、見事ね、トロフィーゲットできました。ありがとうございます。ということで今回は私チョスの、月属性の、染めオーダーを紹介していこうかなと思います。はい。で、花属性はね前回紹介しましたよね。うん、それの月属性バージョンということで、で、腸属性と、風属性も、もっとね前に紹介しておりますので、この3つ、全て概要欄に貼っておきますので、ぜひ、概要欄から見たい方は見てください。ということで早速やっていきましょう。8月のシンデレラ9。はい、こんな感じでございます。ということで、いくつかポイントあるので紹介していきましょう。まず UR は舞妓だけですね。舞妓一人で、あとはですね、まあ、フェス弦かな、フェス弦が2人ほどいますね。ともっちと翼、この辺ですね。2番3番を、打ってもらってますという感じで、2番3番ね。まあこの辺がまず1個のポイントと、であとはね今回チームスキルをねちょっと意識しまして、この、光月千里っていう星4の、染めスキルを発動しております。はい、こちらがね結構優秀で、ちょっと見ていきましょうか。はい、まずスキル説明。チーム全体のミートが超絶に上昇し、パワー総力が大幅に上昇するというスキルを持っております。これ非常に強力ですよね。チーム全体のミートが超絶に上昇すると、そしてパワーと総力も大幅に上がると、すごいよねこれ。ただねすごい分ちょっと難しくて発動が、ちょっとねチームスキル発動条件読んでいきますと、月属性の選手を合計16名以上かつスタメンを全員月属性で編成し、スタメンにミート、パワー、総力3200以上の選手をそれぞれ8人以上、スタメンにスキル明鏡止水を所持している選手を1人以上編成というのが、条件でございます。相当厳しい。まず、月属性16人集める。でそこからスタメン全員を月属性に染めて、でスタメンはミート、パワー、総力3200以上にしなあかん。そして、スタメンにスキル明鏡止水を持ってるやつを1人以上入れなあかんという相当厳しい、やつをねなんかね発動できたんですよね。なので、これ発動させてクリアしたって感じですね。でこれの星3、みんなね多分星3をとりあえず目指すと思うんですけど、星3だとねチーム全体のミートがごくわずかに上昇し、パワー総力が少し上昇すると、まあそんなに強くないんですよね。うん、ただまあその分発動条件もまだ緩いということになっておるわけでございます。うん、で、星3のスキルで一旦挑んでたんですが、なかなか勝てなかったんですよね。うん、そこでちょっと見直した時に、あ意外と星4できるんじゃねと思ってやってみたら意外と発動できて、でこれを発動して何回かパポってやったらクリアできたんですよね。うん、なので、これ発動できる方ぜひ発動してみてください。これねおすすめです。ちょっと条件きついんでなかなか難しいかとは思いますけどね。っていうのがあれかな、今回のポイントかな。で今回は鉄壁の内野陣はあまり意識せずにやってますね。まあ発動できたらよかったんですが、このトモッチがねギリ足りてないんですよね。うん、なので今回は、無視してやってますって感じですね。うん、ということで、まず1番から見ていきましょう。1番この翼ですね。はい、こちらの翼、この間の DNA コラボで、ゲットした翼でございます。こちらねなんと2凸しております。30連やったっけ、30連で3枚出たんかな、なんか確かそうなんでしたよね。うん。なんか別々なキャラ出てくれたよかったのに、翼だけが3枚出てくれたということで2凸しておりますと。で、こういうスキルが自身のミートが超絶に上昇し、パワーが抜群に上昇し、守備が上昇すると、まあミート結構上がるんでとりあえず1番に入れてみたよって感じですね。うん、そして2番ともっちですね。このともっちはフェス弦でございます。そしてひまわりスキル持ちということで、敵投手が風属性以外の時自身のミートパワー総力が超究極に上昇すると、まあ自分をバフする、フェス弦でございますね。でこれも結構打ってくれるので2番に入れてるって感じかな。うん、で3番がこっちの、翼ですね。で、こっちの翼はなんと5凸してますということで、結構モリモリの翼ですねこれはもう。でそうで、ステータスもね4000、3つ超えてるとなかなかいかついですよね。うん、
で、スキルが、免許止水、守備時対象が花属性の時、敵出しのミート総力を超究極に減少させるということになっております。なので相手のデバフですねを狙える選手になってます。で、その分ね自分のバフがないんですけど、まあ、そこを補うのが FB 革命だとか、まあ、長打の奥義でアンダー製造機の奥義などを、兼ね備えておりますと。まあこれしっかりしてるよね、なので3番に入れてる。で4番が、この野崎ちゃんですね。でこっちは2凸してます。はい、2凸しててこういうステータス、で、スキルが打席時5回以降自身のパワーが超絶に上昇しミートストリフが大幅に上昇するというふうになっておりますと。まあちょっと5回以降なんで相当厳しいんですけど、なんか入れてますね。まあ結構このシーン好きなんで使ってるって感じですかね。で、正直こっちの野崎のが強いんじゃねって思う方多いと思います。はい、僕も思っております。はい、まあ確かに今回の、オーダーの組み方的に鉄壁の内野陣無視してるんで、正直こっちでも良かったんですけど、まあなんか多分こっちの方が調子良かったんですかねその日、多分なのでこっちにしてるんだと思います。はい、まあなんか今見たらなんかこうでも良かったんかなって思いますよね。ただまあなんかこっちにしてたっていう感じでございます。で、5番いきましょう。5番泉田で、泉田ちゃんは、限界突破なしですね。ほんでこういうスキルが、まあ、ひまわりつけれるんですけどつけてないってことで、こういうスキルね、投手の球速が125以上の時、敵投手の球速コントロールを超絶に減少させると。まあ打席時の話ですねこれは。なのでこれもデバフですね。そして、自分をバフする系は、まあ、いぶし銀とか活力とかですかね、この辺で補うって感じかな。ほんで才能の方がですね、上位打線の時自身のパワーが超抜群に上昇するということで5番に入れてるって感じかな。なのでこの泉田ちゃんは5番に入れてますよ。そして6番は、この花山ですね。この花山1番でも良かったかなって思うんですが、まあ翼使いたかったんでしょうね。ということで6番を花山にしてます。この花山ね結構僕信頼してまして1凸だけしてます。はい、で結構ねついてるものも良くて、センターの時打席時自身のミートが究極に上昇しパワーが大幅に上昇するっていうのを持ってます。ほんで FB 革命も持ってて結構ねなんか優秀なんですよね。なんか結構なんかフォアボール選んでくれるイメージあるな。そして結構ヒットも打ってくれると、出塁率なので結構高めだと思います。はい、という感じでこの花山ね結構おすすめです僕。そして7番は椎名ちゃんですね。この椎名ちゃんは、3凸してますね。 なんやかんやで、長年の積み重ねで3凸になったって感じですね。で能力はですね、なんと、キャッチャーなんですけど自身のミートが究極に上昇し走力が大幅に上昇すると。まあ、キャッチャーの割に、味方投手のことを、あんまりバフしてくれない感じの選手になってます。まあ一応あるんですけどね、この稀に守備時走者が得点圏にいるとき、味方投手の粘り強さがわずかに上昇しコントロールが抜群に上昇する、まあなんかおまけ程度のやつですね。で、あと才能の方もまあ大抵ねこういうスキルが自分のこと上げる系やったら才能の方は味方投手のバフとかねあるんですけど、こっちもね自分のことしか考えてなくて、結構自分に特化した選手となっております。なので結構打ってくれましたね。なのでこの椎名ちゃん入れてますと。まあ3凸してるのが一番でかいかな。で、8番はこちらのココちゃんですね。ココちゃんは5凸してるよな。これ確かイベントさんの選手ですよね確か。で、こういうスキルが、チームメイトの全打者の結果が三振の時自身のミートが超究極に上昇すると。まあなんかそんなに使えないですよね。なので椎名が三振してないといけないんですけど、まあなかなかあんま噛み合ってない感じしますねこれ。ただまあステータスとか見てまあこのココちゃんがいいかなっていうことで入れてるって感じですね多分。まあチームスキルに、チームスキルのねステータスクリアできてるんで入れてるって感じです。はい、で、9番に、UR マイコですね。まあこれはもう見る必要ないでしょう、いつも通り最強ですということで、こんな感じになっております。そしてベンチはですね、ベンチも月属性で染めてまして、まあ中継ぎがこの中野ちゃんですね。まあでも UR マイコ使ってるんでそんなに出番はなかったかなって感じ。で抑えに
翼入れて、ほんであとはまあ、なんか強そうな、人たちをベンチに入れてるよって感じかな。うん、まああとは調子見て、調子いい人を、ベンチからスタメンに上げてあげるっていう感じかな。うん、まあだからこういう感じでやったりとかねしてましたよ。うん、はい、という感じになっております。まあ何にせよとりあえずこの、攻撃戦力が強えってことをみんなにお伝えしたいですね。うん、なんかこれ発動したら結構簡単にクリアできてしまった。うん、はい、ということで私の月属性オーダーこんな感じでございます。でまあ打順とかの理由としてはまあこの辺かな。万能打線発動させるために 1,2,3 番に総力 3,500 以上の選手を編成してるとか、まあこういうことは多少は意識してる。うん、ただまあ月属性ね、ちょっとあの全部ステータス平均点というか、まあそういうね特徴を持ったバランス型の選手たちが多いんで、ちょっとねこの 1,2,3 番に月属性かつ総力 4,200 以上っていうのがなかなか難しかったり、そうこの4200超えるっていうのがちょっと難しいんで、この辺の星3発動はまああまり気にせず、まあ星2発動できたらいいかなぐらいで、思って編成してますということで、こういうオーダーになってるって感じですね。うん、そうこう見てもらったら分かる通り、まあ4200おるけど、まあ大体限界突破だったりだとか信頼度8にしてたりだとかなんですよね。うん、なのでまああんまりそこは気にせずやったって感じかな。うん、8月のシンデレラナイン、はい、ということで私のオーダーこんな感じでございました。いやーまあなんか気づいたらこんなにいい感じに編成できてたって感じですね。まあやっぱ長年やってるとこう日々の積み重ねでいい感じにねオーダー組めるようになってくるもんですね。いや嬉しいでございます、ありがとうございます。はい、ということでまあ少しは参考になりましたかね。まあオーダーの組み方の考え方だったりだとか、まあそういうのがちょっと参考になればいいかなと思いますけれども、もしね参考になったとかねいいねって思った方はぜひ高評価よろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると、嬉しいでございますのでよろしくお願いします。ということでまあこんな感じかな。あとは何か質問とかあれば、コメント欄に書いていてください。はい、であとはね皆さんの、染めオーダーのこだわりだとかそういうのもね、聞けたら面白いなと思いますので、そういうのもよかったらコメントしてってください。ということで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッター見てます。ツイッターは概要欄に貼ってますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次回の8月のシンデレラナインでお会いしましょう。以上、チョセミナベスイさんのチョスでした。バイバーイ。